と。わかりやすさ。思ってまして。はい。はい。あれもスターティンしたん。はい、スターティンしたんですけれども、はい、そういうのもちょっと聞いていこうかなと。わかりました。オープニングの音楽はいらない感じ。オープニング音楽いらないです。あ、いらない感じ。あ、いるか。やってもらおうかな、オープニング音楽。ギブじゃありませんみたいな。それは分かんない。やっぱいらないです。雷様でもない。はい、始まりました、私伊藤充のコーナーでございます。本日は河内昭和音劇団の徳城さよ子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。徳城さよ子と申します。どうも、はい。河内昭和音劇団の座長さんということで、はい。いろいろとお話をお伺いしていきたいんですけれども、はい、まず、河内昭和音劇団のご紹介をしていきたい、はい、いただきたいなと思うんですけれども、はい、3時間ぐらい使っていいですか？ダメです。はい、わかりました。手短にお願いします。河内昭和音劇団はですね、今から約12年前に八尾に住む子育て中のママさんで立ち上げた劇団です。子育て中のママさんも家にいることなく外に出てストレス発散、好きなことをしてね、何か伝えていこうという思いで、立ち上げました。はい、はい、ありがとうございます。手短に、はい、そうね、言っていただいて3時間もかかるところでしたけど、そうなんですよ、だいぶ走りましたよ。ないとこでしたね、はい。実は僕もちょっと参加させていただいておりまして。ええじゃない、いました。います。伊藤さんずっといるんですよ、僕。いつから？結構前から。55年くらい前から。いやいや、言い過ぎ。3年ほど前、もっとか、もっとじゃないですか、4年ぐらい前。4年ぐらい前になりますか。そうですよね、はあ、男優、まあ、男優。もう主婦さんじゃないけれども、お邪魔させていただきまして。そうなんですよ、今はもうね、皆さんね、もう子供たちも大きくなって、もうそういうところをもう外して、いろんな、ね、はい、若手の子とかも、で伊藤さんも来ていただいております。そうですね、はい、もう何でもこう、その垣根なく、そうです ね、幅広く、はい、私の体みたい、幅広くもう、ね、ご覧になられてない方は分からないと思いますけど、そうですね、だいぶこう幅広い感じのだから、劇団としてもその歌とかダンスが結構中心になっているような作品が多い。そうですね、まあ、歌もダンスもなんですが、はい、劇団の一番のテーマといいますか、趣旨として参加型のミュージカルという、うん、はい、はい、参加型というのは、まあ、子どもたちは見ているだけだと、まあ、集中力が切れますよね、うん、で一緒に参加、例えば手遊び、歌ったりダンスしたり、時にはこうミュージカルの中で問いかけたり、うん、そしてそれで答えてもらったり、はい、そんな感じで話を進めていくようなスタイルでずっと、はい、やっております。やっぱりもう子供と一緒に遊ぶ。そうです。あ、ね、いいことおっしゃいます。いや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 、ご厚が、ご厚がさしてますか。どうもありがとうございます。いえいえ、そうです、遊ぶことです。遊ぶね、参加型、はい、その中でなんか一つこうテーマがあって、そうなんです、子供たちもなんかそのテーマをちょっと学んでいただけたらいいなっていうような作品が多いですよね。はい、あ、もう私が喋るより、いやいやいや、喋っといてもらっていいですか？座長、座長お願いします。はい、はい、もう今ね、もう、もうおっしゃってくださった通りなんですけども、まあ、そういう楽しい遊びを通して、例えばその人と人との思いやりだとか、うん、優しさだったり、そしてね、もう喧嘩した時にどういうふうに人の心が動くのかとか、うん、まあ、ちょっとそのなんだろう、楽しいだけじゃなくって、どういうふうにしたら人と人のコミュニケーションが取れるのかな、うん、どういうふうな君との気持ちを分かってあげれるかなっていうような大事なテーマも盛り込みながらの喜怒、喜笑、喜怒哀楽、喜怒哀楽もありますよね。でも、はい、喜怒哀楽、喜笑点結があるような、はい、そうです、ね、ミュージカルですよね。いいですよね。それの何がすごいって、でもやっぱり座長のね、まあ、パワフルさというか、あ、徳城さんの体重かと、まあ、それも含めて本当に歌ができて、
ダンスができて、でこんなにパワフルで、はい、っていうところがね、すごく、はい、魅力の一つだと思うんですけれども。ありがとうございます。歌とダンス、はい、まあ、そのピアノとかに関しては、はいはい、いつぐらいからこうやり始めたというのがあるんですか？そうですね、ピアノはもう7歳ぐらいの時に近所のピアノ教室習いに行って、はい、まあ、でも練習嫌いだったので、はいはいはい、もう行く直前にやってあたかも毎日やってましたあしらうことができる。なるほど、そういうタイプの。そうなんですよ。そのコツコツするのがすごくなんか苦手で、もう自分の好きな曲を弾いたり、はいはいはい、でももう楽譜ね、はい、そういうのがちょっと嫌だなと思いつつずっと続けており、はい、で歌と出会ったのがですね、うん、高校生の時に受験を、音楽の方に受験をしようと思いまして、ピアノはちょっと難しいなと、はい、じゃあ先生が声楽、歌の方はどう？いかやってみたらっておっしゃってくださって、受験の科目の中でいろいろある中で、そうなんですよ、その歌を選んだ。そうなんです、はい、そして歌ってみたら、あ、いいんじゃない、そっち頑張ってみてっていうふうにおっしゃっていただいて、はいはい、それで、歌で、うん、はい、音楽大学の方受験しまして、はいはい、ピアノもできますよね、ずっとね。まあ一応ね、やってたの で、ね、ピアノも、はい、まだ豚足で。豚足で。そんなんなんです。いちいち言わなくていいですよ。豚足で。もうね、もう、言ったら何でもね、めんどくさいでしょう。いや、面白いんですよ、だからね、徳島さんは本当にそういう自分のね、体のこともネタにしながら。もう、パワフルに。そう。やっていただけるのでね。ありがとうございます。表現することっていうのはやっぱり得意なんですかね。いや、実は私ちっちゃい時はね、すごいこう人見知りだったんです。実は、あ、そうなんですか。こんなに明るく見えて、もう人前で手挙げるのも怖いし、もう嫌や嫌やみたいな、こんなこうだったんですよ。これは不思議ですよ。どこでどうなっ、どう何を埋め込まれてこうなったのか、私も聞いてみたい、皆さんとか言って。何かこう、そう、宇宙から来た人に埋め込まれた。そうなんですよ。ビーってこうなんかね、違うわ言うて。多分きっかけはね、はい、小学校4年生ぐらいの時に、はい、クラスのみんなの前でモノマネをしたんですね、うんうん、そしたらすっごいウケたんです。ドカーッ、その快感が多分忘れれずに、そこから何かを自分がすることによって人が喜んでもらえることって、うん、こんなになんか幸せなんだなって、そこで多分ね、うん、無意識のうちに感じたんだった。そこからこう何か人を笑かすことを好きになったんだと思うんです。なるほど、はい、こう、ね、世の中、まあ、八尾の主婦さんの中とかでも、もともとそういうのやってて、うん、で、ちょっとブランクが空いて、はい、でまたやりたいなって、ちょっとくすぐってる方多い、ね、絶対いらっしゃる。もう、八尾とか大阪なんて、うん、皆さんが面白いじゃないですか。そうですよね、普通に。もう芸人さんがたくさんいてあるじゃないですか。はい、だからね、うんうん、そういう人たち、もっとこう、ピックアップ、ね、もっとこう、はあ、自分を表現したいけれども、まあまあそういう機会がない、時間がないとかっていう人に、はい、ぜひ入っていただきたいっていうのがありますよね。そうなんですよ。まあですね、皆さんそれぞれに、まあ、団員さんは結構、何いますっけ？団員は8、あ、嘘です。シルクドソレイユ。何人、6、7人ぐらいでしたっけ、ね、はい、まあ、皆さんそれぞれに、はい、お仕事もされてて、 それぞれに活動もされてる方が多いので、はい、まあ、それぞれの活動はあるんですけれども、音劇団としての活動はなかなか今できない状況で、ないですね、難しいですね、はい、まあ、その今後こうちょっとどう音劇団がこうなっていくであろうとか、こうしていきたいなっていうビジョンとか、まあ、徳島さんの個人的なビジョンとか、うん、はいはいはい、そういうのがあればちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、はい、ありがとうございます。音劇団含め、まあ、私のやってることも含めのビジョンなんですが、はい、まあ、本当に表現すること、歌う、ダンスする、お芝居する、もしくはこう絵を描いたりすること、いろんなこと、いろんなことが芸術じゃないですか、はい、で、まあ今多分いろいろ日本っていうのは個々のその習い事とかは、うん、まあ、あるんですが、総合的な、でも表舞台だけっていうのが多いんですけども、うん、音劇団もそうなんですが、やっぱりこう自分たちで一から何でも作っていく小道具にしても、うん、もうそういう裏方のこともやっている、そういうことを
含めたなんか総合的な音楽の学び屋みたいな、そういうのをなんかできる子どもたちの居場所というか表現できる場を作ってみたい、作りたいっていう夢があります。それ面白いですね。はい、あのピアノ教室とか、はい、ギター教室とか、そういうのはあるけれども、そうなんですよ、全部を含めて表現というものの、まあ、学校じゃないけれども、そうなんです、そう、学校なんかね、堅苦しくあれじゃないんですけども、なんて言うんだろう、まあ、学び屋というか、そう、なんかそこに来たら自分がやりたいことが、うん、あるわみたいな場所を作りたいっていうのが、うん、はい、そう、面白いですね。でしょ、はい、よかった、伊藤さんも講師の一人、ね、僕が何をね担当するかとかに、何が向いてますか、ね、インスピレーション講座みたいな、インスピレーション講座、何も教えることないじゃないですか。そうか、インスピレーションなんですから。なのでこう自分の思いをこう、うん、言えるような人間を、うん、形成というか、まあ、こう偉そうな言い方なんですけども、こう何でもこの意見を言えるような、はいはい、なるほど、人になってほしいなって、それを手助けができたらいいなって思ってるんです。なるほどね、こうライフで半額のものを買いながらね、ピッっていう音に反応しながら、なるほど、はい、頭の片隅ではそういうことを思ってるわけですね。ああ、そういうふうにピッ、半額。さすが主婦さん、はい、ありがとうございます、ね、そういうところも、はい、半額も見逃さずに、ま、もちろんでございます、はい、聞いてくださいね、ライフの時間知ってますね。いつ行ったら解くかっていうのね、はい、そしてそういうね、たちが音劇団で一緒にやっていたり、はい、そういうものが大きく発展していけば、うんうんうん、すごくね、嬉しい、次の世代の子どもたちへつなげていけるような、うん、なるほど、はい、いや楽しいですよね、そういうね、はい、表現する場がね、みんな増えるっていうのは、うん、はい、いやちょっとあっという間のお時間だったんですけども、もう経ちました、はい、3日3日じゃない、違う、3日は経ってない、経ってない、わかります。ね、本当にめんどくさいでしょ、めんどくさくはないですよ。あ、そうです、あ、優しい、もう慣れてますから僕は、免疫がついたという感じですか。リスナーの方がどう思ってるかわからないですけど、何この方がいちいちあれやなみたいな、いや楽しい方やなと思ってると思いますけど。いえいえ、すいません、はい、いやちょっとね、今後のだから、はい、この音劇団の活動とか、はい、特上さよこの、はい、活動にもちょっとご注目していただきたいなと、ありがとうございます、いうことで、はい、はい、締めさせていただきたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございます、こちらこそありがとうございました、川内昭和音劇団座長の特上さよこさんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。学校面白そうですね。そう、ずっとやりたいと思ってて、そういうのを、まあ、学校っていうんじゃなくても、ね、そうやね、もうなんか堅苦しいのは嫌やねんけど、やっぱりなんかあれやんか、その学校行けない子も多いから、うん、そういう子たちが来たらいいねみたいな、そうですね、居場所があれ、あれば絶対に、うん、悪い方向には行けへんと思うし、でもどうやろう、ね、僕らの時まだ結構オープンでしたよ。あ、そうか、時代的に、うん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 、まだゆとりが始まるちょい前ぐらいだったんで、そっか、ゆとりのちょっと前か、はあ、なので全然しばかれたりとかしてましたしね。いやなあ、まだまだ、そんなんめっちゃしてもどっつかれたりしとったで。どつかれるでしょうね。なんか放送委員の時に全国に、はあ、全校に鼻息を流してたらしい、はあ、覚えてなくって、友達が本田先生ハス飛んできて、お前とか言って、うーんとか言って、気持ち悪い、そんなやってたよ、昼ご飯食べてる時にそうそうそう、ふざけてふざけて、Tさよこの T さよこ読書一緒に見つめれば一緒に、僕はあの画面外から入り割り込んでいきますので、じゃあ一番だけでいいよ、はい、はい、何でもいいですけど、はい、じゃあちょっと豚足で弾かせていただきますので川内昭和音劇団の一番最初に作ったオリジナル曲、歌詞がキノコ、曲は私が作りました、聴いてください、小学生みたいな。